皆さんこんにちは、ひとみです。今日はカップ麺にあるものを入れて冷やし中華を作ってみたいと思います。では今から早速作ってみます。カップ麺にまずはお湯を入れます。今日は麺作りと普通のカップヌードルと2種類用意してみました。火薬、焼き海苔は後で入れるので、この火薬と液体スープをまずは入れます。これ麺の下に入れた方がちょっとほぐれないと困るので、麺の下に入れてみます。そして液体スープ、これ召し上がる直前に入れてください。蓋の上で温めてから召し上がる直前に入れてくださいので、ちょっと後で入れます。これはカップヌードルはそのままで、まずはお湯を入れます。お湯が冷やし中華にするので氷を入れるので、普通の線のところよりもちょっと低めに入れます。ちょっと低い位置で止めて蓋をして3分待ちます。この麺作りの方も麺のとこギリギリまでお湯を入れます。ギリギリまでお湯を入れて、ちょっと液体スープを蓋の上で召し上がる直前にお入れくださいということなので、ちょっと温めておきます。これでまず3分間待ちます。はい、3分経ちましたので麺作りの方には、液体スープを入れてみます。液体スープを入れて、ラーメンの匂いがしますよ。ラーメンの匂いがと、ちょっと手軽に、これに氷を入れます。氷を、違う、まず混ぜます全体混ぜます、全体混ぜます。焦らない焦らないまず全体を混ぜます。こっちもなんかちょっと火薬がちゃんとふやけてるんだろうかみたいな感じで、はい、汁気が少ない、はい、で、氷をその線のところらへんまで、結構バッチリですね。冷やし中華だから冷たくないといけない、冷たくないといけないので、でちょっと混ぜてみて、はい、結構入るね、氷が。うん、またもうもっと膨らむ感じ。カップのぐらいですね。これを混ぜる。これ氷多すぎじゃない？いや、だって線のとこまでないもん、まだ。本当ですね。ちょっと、器が小さいから入らないのかな。器が小さいから。ちょっとこの蓋を、何でつけとくんだっちゃう。蓋を取っていいよね。そうですね。蓋を取って、軽く混ぜて。まだあったかいもん。なんか氷、氷はそんなに溶けないよね。まあ、混ぜたところで、はい、あるものを2つ加えます、はい、あるものが何かというと、ご家庭にどこにでもあるミツカンスと、まあ、ミツカンスじゃなくてもいいけど、ごま油と酢、この2種類を入れます。どのくらい入れるかな、なんかさーっと一周、結構ワイルドな感じですね。ワイルド一周入れて、ごま油を半周ぐらい。そんな感じなんですね。分からんよ、どうなる。さあ、ちょっとどうなるでしょう。ちょっと混ぜて食べてみます。はい、混ぜてみます。それでも出来上がりですか？これで出来上がりよ。これで出来上がり。簡単。あ、冷やし中華の匂いがする。ちょっと酸っぱめの匂いが、酢の匂いですかね。冷やし中華の匂いよね。ちょっと結構混ぜて、これを食べる。食べる、うん、もう冷えてますかね。冷えてるのかな、どうかな。ふわふわしなくて、うん、めっちゃ冷やし中華、うん、うん、うん、
びっくり、まずいだろうと思ったら美味しい、うん、ね、冷やし中華よこれ、うん、すごい酸味が、ごま油がちょうどよくって、うん、すっごい冷やし中華、うん、酸味がすごい美味しい、美味しい、なんだろう、酸っぱいけど美味しい、あんまりこうきつくないですね、酸っぱいけど美味しい、うん、前になんだっけ、雪見大福とカレーヌードルをやってみたけど、あのポタージュみたいになって全然入れるもので違った味になる、ね、これさっぱり、夏にすごくいいみたい、おいしい、うん、冷たくて味がちょっと違うのかな、そうですね、そっちなんか本当冷やし中華ですよ、醤油だから、いや、そっちも冷やし中華よ、うん、本当だ冷やし中華よね、あ、でもなんか麺の感じが違うから、またちょっと麺の感じが違う、うん、麺がそっちの麺とこっちの麺だと、そっちの方がちょっとしっかりしてるから、うん、本物の冷やし中華、うん、この麺作りの方が本物の、おいしい、うん、本物の冷やし中華の麺っぽくなってる、本物の冷やし中華みたい、スープもすごいおいしい、おいしい、びっくり、なんかね、これは夏にいいですね、冷たくしたら本当暑い日でも食べれるから、暑い日でも食べられるし、結構さっぱりしてる感じ、でも酸っぱいのが好きな人はもうちょっと入れてもいいかもしれないですね、うん、酸っぱいの苦手な人でも今入れたぐらいだったら全然酸味が強くないかも、全然いける、でごま油もうちょっと入れてみようか、どんなになるかな、これで酸っぱいどんなになるかな、酸っぱくない、入れすぎじゃない、入れすぎ、いやでもすごい美味しいよ、うん、すごい、なんだろう、もう本当冷やし中華って感じ、これで売っててもいいぐらい、うん、これ黙って出されたらこうカップ麺ってわからない、これの上にキウイとかなんかハムとか乗せたら、うん、全然ね、酸味ちょっとこれ一応吸うと危ないかも、でも私は酸味が強い方が好きだから、うん、もうこのぐらい入った方が好き、このぐらい入った方がいい、うん、でもちょっと酸味が苦手な人は今最初に入れたぐらいがいいですね、うん、最初が1周、うん、で2周入れた方が美味しい、美味しい、なんか酸っぱいけど酸っぱいけど美味しい、でもこっちのカップヌードル、カップヌードルってこっち日清の日清のカップヌードル、カップヌードルよりもこっちの麺作りかな、うん、の方が冷やし中華っぽくて、この麺が麺が本当の冷やし中華みたい、うん、本当にこれはこのまんまって感じ、うん、これはなんかカップヌードルの冷やし中華みたいな感じ、うん、カップヌードルの冷やし中華味みたい、カップヌードルだから、カップヌードルも冷やし中華があるらしいよ、 そのまま冷やし中華が作れるのが、でもこれだとね、どこでも買えるし、うん、ちょっと入れただけで、うん、なんか酢がいっぱい入ってると健康に良さそうな気がするなんか自分で酢を入れた方が健康に良さそうな気がする、そうですね、どうだろう、夏場なんか酸味がね、夏場さっぱりしてすごくいいと思います、私はこっちが好き、うん、美味しい、私もそれがいいです、うん、すごく美味しい、ここ絶対麺でも こっちもまあまあいける、うん、うん、びっくり、なんかいろいろ入れてみてね、時短料理ができるから楽しい、またいろんなものを入れたものを実験して作ってみたいと思います、今日はお役に立ちましたでしょうか、この動画がお役に立ちましたらグッドボタンやチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。